ゲオルギー・ピアタコフゲオルギー・レオニード・ビチ・ピアタコフはソビエト連邦の政治家、革命家。ウクライナ・ソビエトにおけるウクライナ評議会中央執行委員会の第一期メンバーで政治家及び革命家であったレオニード・ピアタコフは兄にあたる。ロシア帝国キエフ県チェルカースイ地区の次男として生まれた。1902年に聖キエフ学校に入学し1904年に 社会民主党サークルへ入会するも、1905年に、ボルシェビキ学生運動へ参加したことから学校を追放されているが1907年には同校を卒業している。またピアタコフは、第一次ロシア革命時、キエフでの革命運動に積極的に参加し、アナキズムサークルを率いている。後に、サンクトペテルブルク大学で、 経済学を学ぶも1910年に退学し、その後は本格的なアナキストとして政治活動を始めた。1910年にウラジーメル・レーニンの指導をするロシア社会民主労働党に入党。1922年にはコスプランの副議長となった。レーニンの遺書では党の若手世代を代表する人物としてブハーリンと並べて挙げられている。レーニンの死後、 ヨシフ・スターリンとレフ・トロツキーの争いが始まると、トロツキーを支持して、左翼反対派に参加したため、トロツキー失脚後に、トロツキスト・ジノビエフブロックの一味として、ピアタコフも共産党から追放された。しかし1928年には、自己批判して、トロツキーを批判するようになったので、党復帰を許された。復帰後の1931年からは、ソ連重工業人民委員部で、 セルゴールジョニキーゼ長官に就く時間を務めた。しかし1936年に入り、スターリンがニコライエジョフを徴用して、党内の大粛清を本格化させるようになると、元トロツキストのピアタコフは、再び NKVD から必要な捜査を受けるようになった。ピアタコフの妻の家にも NKVD が強制捜査に入った。身に危険を感じたピアタコフは、 自らの身を守るために、妻の反革命を見破れなかった、ジノビエフとカーメネフと自分の妻を私の手で、処刑させて欲しいとエジョフに訴え出たが、エジョフは、馬鹿らしいと言ってまともに取り合わなかった。また、スターリンとオルジョニキーゼにも、ジノビエフ・カーメネフ・トロツキーを口汚く罵る手紙を送って、スターリンへの忠誠を示そうとしたが、これも相手にはされなかった。 ピアタコフはグリゴリー・ソコリニコフ追放にも大賛成していたが、もはやスターリンたちにとってピアタコフは生かしておく意味のない人間であった。1936年9月11日をもってピアタコフは共産党を追放され、翌12日に反革命罪で逮捕された。モスクワ裁判の見せ物に使われた後、1937年1月に銃殺される。 ミハイル・ゴルバチョフが政権を握った後の1988年に名誉回復された。ありがとうございます。